こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は YouTube や Instagram を始めてから4年弱が経過しておりますが、そんな私から重大発表がございます。私、なんとお店をオープンすることになりました。視聴者の方とかインスタグラムを見た方からコメントでよくお家に行ってみたいとか、こんな空間でコーヒーが飲みたいとかっていうコメントをいただくことが多いんですけれども、そんな私自身もアクアリウムとか植物、メダカ、インテリアをつなげる空間を提供したいなというふうに思うようになりました。今回その夢が一つ現実になろうとしております。私の周りでも例えばバーアクア警部のナギーだったりとか、あとはご夫婦で独立してメダカ屋さんを始めたりだったりとか、そんなね、素敵な方々との出会いもたくさんここ数年ありまして、パワーをもらって私もここで思い切って自分の夢叶えてみたいなと思うようになりました。どんなお店かというとですね、コーヒー、私コーヒーが大好きなんですけど、コーヒーを飲みながらゆっくりとした時間を過ごしていただいたり、あとはアクアリウムを眺めたり、メダカをめでたり、植物に癒されたり、そんな空間を作りたいと思っております。私の大好きな家具だったりとか雑貨、カップなどをね、今選定して選んでるところです。そんな私の大好きなものが詰まったお店を作ろうと今現在走り出したところです。そんな私の大好きなものがたくさん詰まったカフェをオープンいたします。It's gonna be alright. ということで、そんな素敵な私の大好きが詰まったカフェですが、お店の名前、場所、発表します。お店の名前はグリーンウィズグッドコーヒー。私の大好きな場所、静岡県は三島市にオープンいたします。こちらがお店のロゴになります。このロゴを見ていただければわかるように、アクアリウムやメダカ、植物、コーヒーと私の大好きが詰まっております。で、今後このロゴのグッズ販売なんかもやっていきたいと思っています。もちろん店内には大きな水槽、90センチ水槽もレイアウトして展示しますよ。カフェの中では小型のアクアテラリウムや水槽なども展示しようと思っていて、もし気に入ってくださった方がいらっしゃれば、そのまま購入いただけるような形にしたいと思っています。その他、私が大好きな雑貨だったりとか、あとメダカですね。メダカは私がこうメダカ飼育を始めてからずっとお世話になっているアクアルークスさん、信頼しているアクアルークスさんから私自身がセレクトをして展示販売したいと思っております。そしてメダカを室内でも楽しめるアクアテラリウムやボトルアクアリウム、あとはこういった、今回発売になりましたけれども、室内飼育におすすめの植物育成 LED ライト、つくよみ10ワット赤玉ちゃんモデルとかね、そういったものをご用意いたしまして、すぐにでもメダカ飼育を楽しめるような環境っていうのも作っていきたいと思っています。で、今後そちらのカフェではワークショップ、ボトルアクアリウムだったりとかアクアテラリウムのような小型の水槽をみんなで美味しいコーヒーを飲みながらお話ししながらできるような時間っていうのも作っていきたいと思っています。お店ができるまでの様子は YouTube に関しては同じく赤玉チャンネルで更新していこうと思っておりますし、 Instagram の方はカフェアカウント新しく作成いたしました。ぜひともそちらのフォローお願いします。グリーンウィズグッドコーヒーで検索していただくか、もしくは私のインスタグラムからリンク貼っておきますので、 URL そちらから飛んでください。 YouTube の方にも概要欄に載せてあります。オープン日、7月の1日を目標にしております。今本当に好きなものをお店の中に入れるもの、いろいろと買い付けてる段階で、まだまだ店内の内装工事とかも全くまだこれからなんですけど、ただね、やれることは、自分でやれることはちょっとチャレンジしたいなと思ってるので、
まあ、内装業者さんと相談して、例えば壁を自分で塗ったりとか床剥いだりとか、そういうのはねやってみたいなと思ってます。なんでそういうところも動画撮って、お店ができるまでっていうのをね、みんなで楽しみながら見てもらえるとねいいかなと。皆さんも参加しているような気持ちで見ていただけるといいなと思っています。今のところ営業は朝10時から夕方の5時までで、まあ、本格的なエスプレッソマシンを導入してラテだったりとか美味しいコーヒーエスプレッソを提供したりだとか、あとはランチ営業なんかもね考えております。でランチメニューも私海外旅行は、まあ、特に東南アジアとかですけど中心ですけど、海外旅行が好きで、まあ、タイに2年間住んでたっていうこともあって、そういったもう私の好きなものをメニューとして今のところ考えています。今回のこの大きな大きなチャレンジですが、これがこの一歩を踏み出せたのもいつも応援してくださっている皆さんのおかげです。皆さんのコメントだったりとかいいねに励まされてここまでやってこれました。やってみようの精神でね、前を向いて進んでいこうと思います。皆さんも一緒に楽しんでいただければとっても嬉しいです。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。この動画がアップされる頃にはおそらく YouTube チャンネルの登録者数もちょうど1万5000人を達成することとなると思います。本当にね、なんかこういいタイミングというか運命のようなものを感じますけれども、 YouTube 始めてもう4年が経つんですね。あっという間だな。もう毎日毎日こう動画編集とか楽しいんでねやってきてますけれども、コツコツとねやってきて1万5000人、本当にね感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。改めてこの機会に感謝申し上げます。私のチャンネルは何かを教えるとかっていうことではなくて、一緒にみんなと楽しんでもらえればいいな、みんながこうアクアリウムとかを植物とかをチャレンジするきっかけになったらいいなっていう気持ちでずっとやってきていて、それは全く変わりません。その気持ちのままね、カフェの方もいろいろと今はね好きなものを集めるだけなので楽しいばっかりですけど、きっとね私みたいに何もわからない人間がカフェをオープンするっていう上では何かしらちょっとつまずくところとかもあると思いますけど、そういったのもね記録に残して皆さんにね見守っていただいて、無事ね大好きが詰まったお店ができる過程をね楽しんでもらえたらいいなって本当に思ってます。つくやみ 10W 赤玉ちゃんモデルベース赤玉ちゃんのお店にて絶賛発売中ということで、改めて YouTube に関しては今まで通り植物、アクアリウム、あとはカフェオープンまでの道っていうのを赤玉チャンネルの方でアップいたします。インスタグラムは植物アクアリウム関係は今まで通り赤玉ちゃんのインスタグラムの方 でカフェに関しては新しく作ったグリーンズグッドコーヒーの方のアカウントで、それこそ今もう写真撮りためてますけど、その家具の買い付けだったりとか、あとは食器の買い付けだったりとか、そういったところの過程だったりとかをね載せていきますので、ぜひフォローいただいて両方とも楽しんでください。そして拡散よろしくお願いします。はい、ということで今日は、大発表でございましたけれども、いかがでしょうか。皆さんのね感想をぜひコメントでお寄せいただけると、またさらにね私のやる気もぐいぐいアップしますので、お気軽にコメントください。お待ちしております。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してグリーンウィズグッドコーヒーができるまでの道楽しんでください。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。今から引っ越し作業始まります。こんにちは、グリーンウィズグッドコーヒーです。
言い慣れてないから噛んじゃうな。グリーンウィズグッドコーヒーです。お姉さん、これめちゃくちゃ可愛いんですけど、これおいくら万円ですか？私がやりたいと思っている、そのお仕事を辞めてカフェを夫婦でやるっていう、でお店もご自身で DIY して作ったという、私が本当にやりたいと思っていることをすでにやられているご夫婦にちょっとしたきっかけで出会いまして、今日もコーヒーをいただきにやってまいります。よろしくお願いします。こんにちは、みちおコーヒーです。こんにちは。素敵なご夫婦に出会えてちょっとテンション上がってます。いや、こっちです、こっちです。嬉しい、ありがとうございます。